どうも、りょうへいです。よろしくお願いします。はい、本日も引き続き練習会に参加している方々のグローブ紹介をやらせていただければと思っております。まずね、2本目最初は田代さんに来ていただきました。お久しぶりです。あ、本当お久しぶりです。2年ぶり。僕が加入する前か、加入してから1回あったか、ね、直前ぐらいに1回ですね。ですよね、はい、ってことは3年ぶりぐらいかな。下手するとそんなもんですね。ですよね。本当にお久しぶりです。いや、本当ご無沙汰します。あの、生きててよかったです。本当に会えなかったです。いや、もう活躍はもういつも YouTube 越し見てたんで。ありがとうございます。何も活躍してないですけど。いや、そんなそんな。田代さんね、実は翔平 TV のグローブ紹介出たことないんですよね。そうなんですね、はい。で、ちょっと僕も、ずっと前から気になっているというか、まあ、絶対に今後欲しいなっていうメーカーがのグローブをお持ちだったので、まずちょっとそちらの方をね、紹介してもらえればと思います。はい、はい、じゃあそのグローブ前にどんどん出していただいて。はい、来たよ来たよ来たよ。まあね、埼玉県のこっちの方のね、人たちだったらみんなわかりますよね。レジェラです。はい、やばいっすね。これはどういう経緯で。もともとちっちゃい頃に使ってた、まあ、運動用具店、ね、はいはい、店員さんが独立してっていう形で立ち上げられたところで、ツイッターとか見てたら、あ、いいな、あ、近くにブランドあるんだと、はいはい、いうことで一回こう足運んでみて、うん、で、そこから足掛けもだいぶ長いことお世話になってます。はい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 。まあね、僕もその方知ってるんですけど、すごいグラブに対して情熱がある方ですよね。いや、本当そうですよね。もう好きで、もうずっとこう話してられるというか、うん、勉強させてもらってますね。はい、で、ということはレジェラといえばなんですよ。まあ、ジュテルフィニッシュエア社じゃないですか。はい、っていうことはオイルをまだ一回も塗ってはいません。ですよね。塗っちゃいけないって言われてるんですよね。はい、もうブラシだけで。まあ、ブラッシングとあとはタオルで汚れ落としたりとか、はい、そういったところのみで皮本来の油分を使って手入れをしてくださいというか、保管してくださいっていうのがレジェラの特徴なんで。で、あとさ、もう一体って仕方ない。このウェブがね、もう一体化なんですよね、本体と。これ多分現役の時の今のあの元木ヘッドが多分このウェブ使ってたはずなんですよね。軽っ。いや、もうめちゃめちゃ軽いですね、これ本当に。これがだからあのオイルを塗ってないからこそ出てくる秘訣ってやつですよね。うん、小指2本のファストバック。そうですね、はい。で、本体がこれまでちょっとタンなのかな。そうですね、タンに紐もタン、はい、で、玉はみがどうしようかと思うと、これ金なんですね。そうなんですね、はい。ここのね、紐も普通同色が多いんですけどね、はい、金色で。とラベルとステッチが赤で、ベルトがないんですよ、これ。お、本当だ。普通ファーストバックだったらベルトありますもんね。そうですよね、はい、がないのか。じゃあストレスフリー。いや、本当そうですね。あのベルトが結構こう、僕自分あんまり得意じゃなかったので、あ、これちょうどいいやと思って。はい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 。買われたのはどのくらいなんですか。買ったのも本当につい最近です、これ。あ、でもなんか俺それインスタで見ててすげえなと思った気がする。レジェラの。自分はあのオーダーじゃないやつで、はいはい、今ありますもんね。ちらっとツイッターなんかの動画で映ったの見て、うん、あ、これいいなと思って。まさかあの玉とヘリがあのゴールドだと思ってなかったんですけど僕も今思ってすげえなと思ったんで。思ったよりもこうギラギラしてないんで、はい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 、これだったら自分使ってても恥ずかしくないなってはい。まあね、渋派でって言ったらいいのかな。そうですね、渋9割の派で1割。あんまり上手じゃないんで、こうすごい目立つの使ってると逆にこうね、あの、いやいやいや、あれかなと思ったので。いや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 、グローブ愛情ですからねで、軽いですけどこの芯がしっかりしてるんで、ゴロとかライナーとかとしても全然こう心配なく使えるっていう感じですね。はい、はい、まあね、あのレジェラ、まあ、ちょっとやっぱりね、公式用で、フィニッシュエア社使ってるっていうので値段はねそれなりにしますけれども、ね、はい、まあその分持つグローブですからね、うん、メンテナンスとかもそういうアフターもねしっかりとしてるメーカーではあるので、ぜひぜひ皆さんもね注目してみてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと次のグローブね、はい、あの久々の登場なので、次がね、ウィルソン。はい、ウィルソンです。これがワナビーかな。そうですね、ワナビーヒーロー。はいはいはい、打って買うとやっぱりちょっと重めですね。そうですね、うん、うん、これどちらで購入されたんですか。これはモンタナスポーツで。ですよね、はい、僕なんか紹介した気もしますもう結構出てすぐの頃に、はいはいはい、はい、もう多分紹介あってすぐぐらいのタイミングで行って、はいはいはい、はい、買わせていただきました。去年のワナビのシリーズ、春かなんかですね、はい、うん、ブラウンですね、本体カラーは、ね、とスーパースキンのところがネイビー、はい、デュアル加工。そうですね、がされていると。これなんか特徴とかこだわりとかっていうのは。5本でも小指2本でも使える D5 の、うん、D5 型 の、まあ、シングルとじのやつなんですけど、まあ、アメリカ版のやつなんですけど、はいはいはい、自分の小指2本でやってるので、外野で普段やってるので、うん、小指2本で片付けてもらってって形ですね、はい、はいはいはい。あ、でも小指2本で指は出さないんですね。自分はい、結構入れてるタイプです、ね、うん、完璧に土手狭くて、はい、ポケット奥深く。そうですね、はい、ウェブ下でがっちりっていうタイプなので、かわし的にはウィルソンって、まあ、どちらかというともっちり派ですよね。そうですね、はい、とレジェラはパリッとしなやかっていうイメージがあるんですよ。でこっちは、しっとりもっちり。
っていうイメージですよね。そうですね、どっちかというと取った時に弾力を感じるというか、うん、包んでくれるっていう感じのイメージです。はいはいはい。これはじゃあモンタナさんってこれ多分3万いかないぐらいですよね。2万ちょいぐらいでしたっけ。そうですね、はい、そうですね、2万4、5千円台だと思います。ですね、はい。ウジさんのわなびは比較的、物良くて手出しやすいってイメージなんですよ。本当にそれでスタッフはちょっと高いですけど、そうそう、まあ、ちょっとあのスーパースキン体験してみたくてっていうのがあったので、はい、まあ、手入れも楽でしょうね。いや本当楽です。軽くはないんだよ、ウジさんだから軽くはないんですよね、はい、決して。ただ重くはなっていかない認識。ちょっと手元にバランスあるようなイメージなので、うん、この辺ですよ。だからここの辺か、はい、手の甲の中心部分ぐらいに、そうですね、重さがあるようなイメージですよね。はいはいはい。じゃあちょっとね、ぜひゴルグローブ使ってたまには翔平さんに来ていただいて頑張ります。いいのを持ってるので、はい、今後も参加よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで荒牧さんに来ていただきました。こんにちは。おはようございます。意外と一応始めます。1回かな。あでも1回やってるから紅白戦かなんかで1回行きます。そうだね、僕より前から翔平って知っていると。そうですね、はい、信者者です。よろしくお願いします。はい、正直言うと他で見させてもらったのもめちゃくちゃすごいグローブがあったんですけど、今日はちょっと、ね、提供して紹介してもらえると思います。じゃあちょっと前にガンと出して、ね、はい、来ました水のプロですね。はい、はい、水のプロのオーダー外野手を。そうですね、これはやばいな。これちなみに軟式ですか。これ一応軟式ですね。本体がオレンジ、普通のオレンジじゃないですよ、ね、ちょっと濃いめのやつですよね。ですよね、はい。で、黒と黒、ウェブがイチローさんの。そうですね、ウェブ使っていてっていう感じで、はい、で、背面紐通しですね。モデルもこれ一応イチローさん。そうですね、それに近い感じですね。今で言うと A51 っていうのかな、今の型番で言うと。そうなりますね。これこだわりとか。僕はこの色が、この色が好きなんで、オレンジと黒の組み合わせがっていう。それが自分の中で一番かっこいいカラーになってます。で、型もあれですよね、ちょっとパカパカ系ですよね、思いっきり。そう、親指と小指で。で、ウェブちょっと曲げて、そうです。もうこう縛ってって感じでやってます。はい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 。ザ・外野しようって言ったようなよく開くようには形でしてるんで、うん、じゃあちょっと水野にしては珍しいかもしれないですね。水野ってここ狭くて、そうですね、こういう V の字な外野しようは特にイメージがあるんですけど、はい、これは逆巻きにもなってますね、うん、自分で逆巻きにして、うんうん、でもうより開くように指の隙間も少しずつ開けるように。はい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 。でかいけれども外野しようの中でもまあ15ですよね、多分サイズ。そうですね、でかいけれどもまあ横にもいけるよっていう、できるだけ広く、はい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 、ハンドリングも効きやすいです、はい、じゃあゴロもすごい取りやすいです。取りやすいです。取ってからも多分早そうだし、はい、僕はほぼ外野全くやらないのでただやっぱグローブ好きなんで外野を見たりとかもするんですけど、素晴らしいですね。できるだけよく動くように、はい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 、肩つけるようにしてるので。他にもね、はい、水戸プロもあと2個ぐらいありましたね。そうですね、ただちょっと恥ずかしい1個はまあ息子に頼まれて肩つけするようにノック受けに来たんで。僕は42です。俺は28だから14個差か。僕もそんな42歳になりたいですね、12年後に動ける42歳。多分ね、どんどんもしまあお忙しいのもあれですけど来ていただければね、どんどん多分出て、はい、他のグローブも紹介させてもらえるんじゃないかと思っているので、はい、ぜひぜひちょっとお時間あった際は、はい、ぜひ参加してもらえればと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということで日本に渡って真夏の翔平ズグラブ紹介でした。久しぶりにお会いできて楽しい夏を過ごせました。翔平ズで一緒に野球やりましょう。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあっしゃーん、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。Keep it up.